こんにちは、山内ゆきです。英語の読解力、リーディング力をどんどん上げていくシリーズ、引き続きやっていきたいと思います。これね、いつもなんですけども、一回読んでいただいて、でその意味をね、取っていただく、構造を取っていただくということをやっていただいているんですけども、今日も文章を作っていますので、一回動画を止めて自分でちゃんと解釈をしてみて、そしてまた再生をしてください。 OK、 まずやってみましょうね。やるプロセスそのものが大事ってことですからね。はい、じゃあ動画止めてやってみてください。どうぞ。今日のテーマは疑問詞ですかね。一回読んでみたいと思います。Who should provide whom with what and whose name as well as when how it should be carried out by when is what we all should know no matter what regardless of why we're here。 あんまり実は難しくないです。読めた方も多いんじゃないかなと思います。これは文章の構造が複雑っていうよりは、疑問詞があまりにも多すぎて、どれがどうつながってるの、どれが主語なのっていうのが取りにくくなってるかもしれませんけども、文の構造自体は極めてシンプルです。ここからここまでをちょっとこう見てみていただきたいんですよね。Who should provide whom with what under whose name as well? 動詞が来ないじゃないですか。As well as when, how it should be carried out, by when。ここまでが主語の塊ですね。ちょっとそういうふうにこう捉えてみていただきたいんですよ。だからこう文章が読めないなと思ったら、どこが主語なのかなっていうのは取れてないってことなんですね。何々 is what we all have to know.What we all should know. だからこれっていうのが私たちがみんな知らなきゃいけないことなんですよっていう文章になっていると、そういうことですね。もうだからもう回答は言っちゃいました。文章の大きい構造っていうのはそういう構造です。だから主語どこまでって言ったら、こっからここまでが主語です。はい、じゃあどう読んでいくかっていうと、まず熟語ね、 provide A with B で A に B をあげる、A に B を提供するっていう熟語ですね。それ知っとかないといけないのでね。だからボキャブラリーやっぱ最低限必要というのはまあそうですよね。Who should 誰が誰に何を提供するのか、誰の名義でっていうのと、どこでどのようにそれがなされるべきなのか、それがいつまでにされなきゃいけないのかっていうのが What we have to know。 それが私たちが知らなきゃいけないことです。こういう構造ですね。なので疑問詞の私、下線を引いてみますね。はい、では書いてみました。だからこの疑問詞っていうのは、特定の名前とかね、何っていう名詞の代わりに疑問詞を置くことができるんですね。日本語でもそうじゃないですか。いついつまでに誰が何をしなければいけないかを決めてください、こういう日本語ってあるじゃないですか。英語でもそれがあるんですよ。誰がいつまでに誰の名義でどういうふうにそれをやるかっていうのを教えてください、そういうのって英語でもあるじゃない。それは英語でどういうかっていうと、こうなるんですよ。だから Who 誰が Provide A with B だから、誰に何を誰の名義で、またそれに加えてそれをどこでどのように提供するのか、それをいつまでにやるのかっていうのが私たちが知らなきゃいけないことですよっていう、そういう構造になっています。で残りも最後やっていきますね。 No matter what、 これは何が何でもっていう意味ですね。だから That's what we have to know no matter what、 何が何でもそれが私たちが知らなきゃいけないことなんですっていう、これは No matter what で熟語表現、一つのセット表現ですね。で Regardless of っていうのは、何々に関わらず、これも熟語表現ですね。だから私たちがなぜここにいるのかっていう理由に関わらず、何が何でもそれが私たちが知らなきゃいけないことですよっていうふうにこうなっていますね。今日ちょっと短めの動画ですけども、こういう疑問詞をどんどん突っ込んでいくやり方っていうのは、これ日常生活でも使ったり実はするので、何個かがこうコンビネーション出てくるということはありますので、さっとこれが意味を取れるように、この今日は練習になったんじゃないかなと思います。また引き続き読解力を上げるためにどんどん文章やっていきたいと思います。